動画とソーシャルメディアをフル活用して中小企業の売り上げアップ、動画戦略コンサルタント坂田誠です。今回ですね、 YouTube 広告を出している人だけの、お得な YouTube 機能のコールトゥアクションについて解説します。コールトゥアクションどんなものかというと、こんなものですね、実際動画再生します。 今回も動画戦略コンサルタント坂田誠がお送りします。第11回。はい、こんな感じでね、ここにね、出ますよね。これ、まあ、YouTube のアノテーションに似たようなことできるんですけども、こういう形でですね、目立った場所に出して、クリックすると実際に、任意の、ホームページとかに飛ばせるという機能です。で、今パソコンの画面なんですけど、スマートフォンのね、YouTube の iPhone アプリから見ても、これが出てきて、でクリックすると飛ぶっていうことができるっていうのがコールトゥアクションのいいところですね。 YouTube 広告はね、実際出稿しないと使えないおまけ。じゃあ、YouTube 広告をね、出稿しているとどうやって出すかっていう点をね、ザクザクっと解説していきます。まずね、自分の YouTube 広告の出稿画面のね、動画っていうとこクリックすると、そうするとですね、ここにコールトゥアクションオーバーレイを追加っていうのがあります。でこれ押します。そうすると、入力画面ありますね。ここをね、実際入力していきます。はい、入力こんな感じです。で、画像オプションがあってですね、ここに書いてありますけど、 74×74 ってありますの で 74×74 で、画像用意しておいてください。で貼ります。そうするとですね、見本がありますね。デスクトップでこうやって表示されますよ。で、スマートフォンでね、こういった形で表示されますよっていうのを出ます。保存するだけ。たったこんだけです。コールトゥアクションオーバーレイを表示です。で、こんな感じの表示ですっていうことで、後から編集もできます。まあ、クリック率の向上が幾分かするんじゃないかっていう、まあ、機能ですね。で、これはもう YouTube 広告出している動画にしか使えないんで、まあね、せっかく YouTube さんが用意してくれた機能なんて使われるといいんじゃないかなって思います。ということで、株式会社8円では、こういったですね、YouTube 活用もしながら、中小企業の売上アップのノウハウをどんどん出しておりますので、ぜひね、チャンネル登録などもよろしくお願いいたします。以上、動画戦略コンサルタント坂田誠がお送りしました。では。